やべえ、マジやばすぎね。見て、真ん中、ど真ん中、ブルースキンイケメン覚醒しまおう。うわ、かっこよさね。これもう拍手ありがとうございます。もうダントツ気に入ってる。本気かっこいいね。これほんともう一枚欲しい。今日もう一枚ゲットしたいね、できれば。それで今日はね、9個ゲットしてきた。見て、このジジイのやつか。おー、ジジイ9人のジジイ、あざっす。本当さ、10欲しかったんだけど、なんか中途半端に1個なくて、もう1個あればちょうど10個だったんだけど、1個足らなかったんだよね。残念だぜ。まあその分ね、運がこっちに向いてくれてると思う。お願いします。ブルースキンガールよ、スポリー。よし、アルスノアね。これめっちゃ来るけど全然オッケー。見て、このプリケツたまらんすわ。このプリケツ、あざっす。よし、金の卵は最後に見るから、ちょ待って、頼む。その前にさ、ヘラとゼウス、ジジイ、いやかっこいいな。ほんとね、ゼウスすっげえかっけー。ジジイマッチョやべえよな。俺も早く60ぐらいになりてえわ。そしてマッチョ、ジジイマッチョ、さ、よし、余裕で持ってるね。グリーンスキン美女、あざっす。そして爆乳だね、爆乳。この鳥いいな、羨ましいな。ちょっと変わって、お前チェンジチェンジチェンジ、ギリュチェンジ、いくぜ。頼む、美女が来たから。美女が続いている。ということは、ということは、はい、ブルースキンガール、ヘラ、イントラ。やっぱね、運が向いてきてる。出るようになった超絶。一時期全然出なかったんだけど、正直言っていい？正直初めて見た。かっこいい。初めて見たけどかっこいいぞ、これインドラ、すげえ。何このデザイン。これタイプ、ちょ待って、タイプなんだろう。うわ、ドラゴンタイプ欲しい。俺のドラゴンデッキに入れたい、こんなかっこいいの。あ、でもね、俺ドラゴンと回復タイプついてるの欲しいんだよね。回復がちょっと弱いから、ドラゴンと回復あるね、うん、モンスターが欲しいな。いやでもインドラいいな。ドラゴンバランスか、すげえかっこいいじゃん。やった、今回初の超絶レアホロシオインドラでした。ありがとうございます。よし、あとリリースもゲットしたいよね。前回も言ったけど、リリースも大好きだからさ、リリースをゲットしたいよ。頼むぜ、来てくれ、スポリー。グリーンスキン美女、あざっす。ボインがたまんないから、ボイン、この爆乳ボイン、キョンシーみたいなね、格好してるけどめっちゃ可愛いんだよな。キョンシーガールもなかなか可愛いよね。よし、行くぜ、頼む、もうそろそろ。やった、ノーマルコンペ。ハーデスだけね、持ってなかったんだよね。これでノーマルカードは全部コンプリートだね。ノーマルゾーンコンペ、ありがとう。やったぜ、ハーデス。お前が出なくてな、なかなか。ついに来たわ、ありがとうございます、ハーデス。よし、まあ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 、これで波に乗っちゃったから、次究極的にやべえのが来るはず。減らねえ、頼む。それかジジイ、頼む、来てくれ。ゼウスのさ、単体も持ってないんだよね。出てくれたらいいな、レアの。さっ、よし、この子もめっちゃ可愛い。なぜならばボイン、爆乳、いやボインじゃない、これ爆乳だよね。にこれ、素晴らしい爆乳、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。よし、あと、うわ、あと3つか、あと3、ラスト3、頼む頼む頼む。いやほんとお願い、もうそろ来てもいいよ、お前ら。ほんと来てよ、超絶1枚来て波に乗ってるけど。おい、クイーンメタルドラゴンね、これ結構持ってるよね。何枚だろう、4、5枚あるような気がすんな。あ、5枚もないか、4枚くらいかな。すげえある。よし、行くぜ、頼む。儀式、そうだ、儀式忘れてた、やべ、だから出ねえんだわ。はい、儀式、減らねえの儀式。はい、完璧、これで出ます。はし、ジジイ、減らん。おー、やった、2枚目、2枚目だけど、嬉しい、ここにいるけど、2枚目だけどブルースキンガール来たわ。やった、これ永久保存版、嬉しい。見てくれ、このブルースキンの青いおっぱい、うわ、たまらんね。じゃあこのバグニューボーイ耐えてんじゃねえか、でかすぎて。あとベロも出してくださっている、ヘラね、ヘラ様、アネゴ、アザース。よし、これ来てる、波はすげえ来てる、整った、これは来る。よし、降臨するか、ついにお前ら、ありがとうな、一生大事ですから。チョキリ、チョキリ、チョキリ、そして高速スポリー、ヴィーナスだ、覚醒ヴィーナス。うわ、めっちゃ美しい、やばすぎる。
このホイップ三人衆も覚醒してんの。わ、デザインすげえ。見て、ザン、超綺麗じゃない。やったぜ、覚醒ミラーズ来た。ホイップ三人衆けついて、かわいい、おちり。こいつらかわいいよね。ホイップ三人衆も覚醒してんだ。目が黒くなってる。うおー、やばい。ちょっと待って、どうしよう、これ美しいぞ。まあナンバーワンはヘラ様だけど、持ってるからそれを除いてナンバーワン、これヴィーナス。うわ、このラインたまんなくね、これ女のさ、このライン、女のこの肩のさ、ラインたまんねえよな。この腰、肩から腰にかけてのね、スルリンっていう、このスルリンっていう、肩、腰、ケツ、スルリン、このスルリンラインがね、たまんないんだよね、このスルリンライン。うわー、あとホイップ三人衆の一人、こいつは名前あんのかな、名前つけてほしいね。太郎、次郎、三郎みたいな感じで、ケツかわいいな、こいつ。素晴らしいカードが来た、ありがとう。いやー、ちょっとでも表紙のさ、こいつ全然来ないね。まあ出ないかったけど、結構いいカードが来たから大満足な結果だな。じゃあ最後に見ようか。まあこれはちょっとね、うん、もう俺ちょっと諦めてんだよね。よく考えたらさ、きついじゃん1200名って。俺運ねえし、そういう、だから出たらラッキー程度でさ、ちょっとやってる。いやでも昨夜確定したいんだよな。だから金の卵酒屋のさ、来てくれたら最高なんだよね。超嬉しいよ、マジで。本気で売りすぎて気失うかもしんねえ。でも50、まあそれは日本全国売ってると考えて、その中で1200だからね、相当当たった人、これ誇っていいぜ、マジで。当たったやつは誇っていい。これはね、すっごい運がいいと思う、当たったら。俺結構買ってるけど全然当たんないもんね。ちくしょう、さっ、ほら絶対来ないよ、頼む。あとね、2枚しかないね。はい、ラストワン、トゥルッテ、ラストワン、トゥルッテ。はい、安定の50ポイント。安定の50だけどね、まあまあいいんじゃないか。すげえな、もう安定してるわ、もう安定の50だわ。だからなんかドキドキ感もなくなってきた、どうせ出れんだろっていう。ちょっと期待はしてっけどね。うん、よし、ということで今回はなんとね、4枚の新しいカード補充できました、あざっす。これでまた全種コンプに近づいたね。しかもさ、2枚目のヘラネー来たもんね、ヘラネー。このブルースキンビジョン本気超絶嬉しいね、半端ないっすわ。これもう超絶レアでいいよね、ホロシオでいいよね、こんな可愛いんだから。ありがとうヘラネー、来てくれてありがとう、もうね一生大事にする、ガチで。でハーレス、これでノーマルゾーンはコンプだね。さあ、そしてインドラ、これもデザインかっこいいね、ホロシオの素晴らしいデザインだぜ。そして今回ナンバーワンの座に輝いたホイップ三人衆&ヴィーナス、いやー美しい、ヴィーナス、このポーズがたまんねえな、ポーズ。俺の持ってるヴィーナスの中で一番美しい、このデザインは。このスルリンラインがあるから最高。わー、そしてね、ザン、これでしょ、このベイビーのおちり、このホイップ三人衆の一人のおちりがたまんないね。かわいすぎるよな、こいつら。よし、ということで、また次回、次回こそは絶対に、いやーもうこれきついわ、ここまで出ないと思わなかった、こいつら。舐めてたね、マジごめん、減らねえ。ジジイ、舐めてた。くそ、お前ら本当に欲しいのにな。見てもジジイのかっこよさ、マッチョ、ジジイもちょ、脱いだらやべえんだぜ、筋肉。あざっす、次回来てね、お願い。本当に来て。マジで、もうそろお願い。これ以上拷問しないで。頼む。じゃあ最後はさ、このヴィーナスバイバイで行こうぜ、今日は。ヴィーナさんとヘラネーバイバイ。まあこの2つを比べると、俺はもうブルースキンガールの方が好きだから、もうヘラネーさんなんだよね、姉も。